ラロン・デ・ゴードンはトリニダード・トバゴのトバゴ島出身の陸上競技選手。専門は400メートルが中心の短距離走。400メートルで44秒52の自己ベストを持つ。2012年ロンドンオリンピック男子400メートルと4400メートルリレーの銅メダリスト。2017年ロンドン世界選手権男子4400メートルリレーの金メダリストである。 トリニダード・トバゴに生まれ、7歳の時に家族と共にアメリカへ移住。2009年にモホーク・バレー・コミュニティ・カレッジで本格的に陸上競技のトレーニングを始めた。3月のイスタンブール世界室内選手権で世界大会初出場を果たすと、男子400メートルは予選でレーン侵害の失格に終わった。 一層を務めた男子4400メートルリレーは決勝で3分06秒85の室内、トリニダード・トバゴ新記録を樹立して3位に入り、4400メートルリレーでは1993年、トロント大会以来、19年ぶり史上2度目となるトリニダード・トバゴのメダル獲得に貢献した。8月には、ロンドンオリンピックでオリンピック初出場を果たすと、男子400メートルの決勝で、 トリニダード・トバゴ歴代2位の記録となる44秒52をマーク。キラニ、ジェームス、ルグエリン・サントスに次ぐ3位に入り、400メートルでは1964年、東京大会のエンデル・モトリー以来、48年ぶり、史上2人目のトリニダード・トバゴ人メダリストとなった。1層を務めた、男子4400メートルリレーは、決勝で2分59秒40の、 トリニダード・トバゴ新記録を樹立して3位に入り、4400メートルリレーでも1964年、東京大会以来、48年ぶり史上2度目となる、トリニダード・トバゴのメダル獲得に貢献した。8月のモスクワ世界選手権で、世界選手権初出場を果たすと、約2ヶ月前に20秒26の自己ベストをマークしていた、男子200メートルは準決勝で敗退した。 二層を務めた男子4400メートルリレーは6位に入り、2005年ヘルシンキ大会を塗り替える4400メートルリレーのトリニダード,ド・トバゴ最高成績を記録した。7月15日のリエージ国際男子300メートルで32秒21をマークし、1992年にイアン・モリスがマークした32秒27のトリニダード,ド・トバゴ記録を0秒06更新した。 8月の北京世界選手権で2大会連続となる世界選手権出場を果たすと、男子400メートルは準決勝で44秒70をマークしたものの組4着に終わり、タイムで拾われた全体8位の選手とは0秒06差で決勝進出を逃した。しかし、男子4400メートルリレーは予選でアンカー、決勝で2層を務めると、 決勝は2分58秒20のトリニダード・トバゴ新記録を樹立して2位に入り、4400メートルリレーではトリニダード・トバゴ初のメダルとなる銀メダル獲得に貢献した。3月のポートランド世界室内選手権に出場すると男子400メートルは前回大会に続いてファイナリストになるも47秒62の6位に終わった。 男子4400メートルリレーは決勝のみ出場して2層を務めると3分05秒51の室内トリニダード・トバゴ新記録を受立しての銅メダル獲得に貢献した8月のリオデジャネイロオリンピックには前回大会の銅メダリストとして男子400メートルと4400メートルリレーに臨むも400メートルは準決勝で敗退して決勝に進めなかった 4400メートルリレーでは予選で2層を務め2分58秒84をマークして組3着に入り予選を突破したかと思われたが1層と2層のバトンパスの際にレーン侵害があったとして失格に終わった2月4日のアーモリートラック招待男子300メートルで32秒37の室内中央アメリカカリブ海新記録を樹立し 自身の持つ記録を2年ぶりに0秒10更新した。7月19日のリエージ国際男子300メートルで31秒92をマークし、自身の持つ記録を2年ぶりに0秒29更新した。8月のロンドン世界選手権は、男子400メートルは前回大会に続いて準決勝で敗退した。しかし、男子4400メートルリレーでは、 予選と決勝でアンカーを務めると、大会7連覇のかかったアメリカとほとんど差がない2位で、バトン受け取り、2位を保ったままホームストレートへ。最後は、アメリカのアンカーのフレッド・カーリーをかわし、2分58秒12のトリニダード・トバゴ新記録を樹立して1位でフィニッシュ。400メートルリレーでは、 オリンピックも含めトリニダードドバゴ発の金メダル獲得に貢献した。ラロンデという名前はカナダのプロボクサー、元 WBC 世界ライトヘビー級王者のドニーラロンドから取られている。記録欄のうちの数字は風速で、プラスは追い風を意味する。微考欄の記録は当時のもの。ありがとうございます。